続きまして全盲のシンガーソングライター大石彩子さんによる演奏です。大石彩子さんは武蔵野音楽大学声楽科を卒業後、ソロによる歌唱活動のほか、ピアノ弾き語りによる演奏活動や作曲も行っています。全盲の弁護士である夫の大小田誠さんとの間にお二人のお子さんがいらっしゃいます。大石さんは毎週ミラクルテレビでトーク&ライブという番組を行っており、その場のリクエストで歌詞のついた曲を即興で作ってしまうという神業もお持ちです。今日は愛犬のイリーナちゃんと一緒にご参加されています。また心の歌バンドの竹 DS さんに創作ソロ手話歌をしていただきます。竹 DS の DS はデスシンガーの略で、竹さんは耳が全く聞こえません。歌詞に込められた思いを手話歌で表現します。その柔らかで美しい手話歌は見ている人の心をつかみます。最後の曲は心の歌バンドの三木康子さんがピアノ伴奏をしてくださいます。では大石さん、竹さん、三木さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、大石彩子です。ちょっと私のパートナーイリーナがですね、どんどん移動しちゃって、はい、1曲目にお送りしました曲は祈りという曲です。私は、ちょうど3年前からオーダーソングというですね、一人一人のためにお話をお聞きして歌を作る、お一人お一人のための歌を作るっていうのを始めましたね。それで、これはですね、北谷さんに曲を作らせていただこうということでお話をお聞きして、で、その中で、私と北谷さん共通する思いは、本当に自分たちができることっていうのは、とても小さいこと、微力かもしれないけれど、歌うことで少しでも元気とか安らぎとかね、勇気を届けられたらいいですねって、そういうものを感じてもらえたら嬉しいという、なんかその共通の思いからできた歌です。これはもう私も、3年間ね、歌わせてもらってるんですけども、いろんな、Amazon Music とか Apple Music とか、そういうプラットフォームで、検索していただければ聴けるように、今年なりました。ぜひそちらの方でも聴いてみていただけたら嬉しいです。次の曲は心の友という曲なんですけども、これはタケさんが、この曲、一緒にやろうってずっと言ってくださっていました。やっと一緒にやることができて嬉しいです。逸話真由美さんの曲なんですが、インドネシアで非常に有名な曲なんですね。日本に働きにね来ている方が、この CD じゃない、ミュージックテープかな、逸話真由美さんの、ミュージックテープを買ったらこの曲が入っていた。でインドネシアに持ち帰ったら、で聞いてね、この曲いいよってみんなにこう広まっていったそうなんですね。もう本当に私もこう YouTube とかで見たんですけども、本当にインドネシアのその国民的な歌になっているというですね。でまた歌詞がとても素晴らしいです。先ほど白井くんがつながりの話をしていましたけれども、やっぱりこう、ね、災害があったり、それから悲しいことがあったり、なんかいろんなことがあるときに、人が人を元気づけたり力づけたりね、慰めたり、本当に人の力って、さっきはね、小さいとか微力とか言いましたけど、計り知れなく大きいものがあるんですね。なんかその人のつながりとかね、
あ、この人何してるかなとか、あの昔仲良かった誰々さんは元気かなとかね、そういうふうに思いを馳せるだけで祈りとか思いって届くと思うんですね。そして大好きな人を思い浮かべると勇気が出る、そんな、感じのね、歌なんじゃないかなって思います。では心の友聞いてください。ありがとうございます、次はですね、ミキさんにピアノ伴奏をお願いして、高橋晴美さん作詞作曲の一つという歌を歌ってみたいなと思います。これは、阪神淡路大震災の後に作られた曲で、高橋晴美さんは、ピアニスト、で指揮もされる方なんですけれども、あと作曲ね、作曲もたくさんしておられます。このね、阪神淡路大震災のチャリティーコンサートの準備をしていた時にこの曲ができたというふうに伺っております。とても今の時代に、すごくふさわしいというか合っているというか、もういつの時代にも合っている曲だと思うんですが、とても素敵な曲なのでぜひ聴いていただきたいと思って選びました。では真ん中の方に移動しますね。
けて一つあなたの人生に溶けて生きるあなたの部屋に野の花一つおいしゃやこさん、たけさん、みきさん、佐野さん、ありがとうございました。